はい、野坂陽でございます。ではホライゾンゼロドーン続きやっていきましょう。今回前回に続き、メインクエストですね、呪われし闇です。で、今ですね、ここの断崖を登るという、また強行軍なクエストのような気がするんですけど、やっていきましょうか。もうここまで、ね、遠かったっすよ。もうひたすら走ってましたね。商人か。使うことになるな。まあ大体持ってるかな。ああでも、あんまりシャードがないんですよね。本当はもうちょっとね揃えたいのもあるんですが。R の服もね、結構いいやつがあるんですけど、これかっこいいですよね。でも高い。これ今着てるやつですね。非常に希少、ノラ癒しの服というやつを着てるんですけど、弾で何とかなるか。お前の言ってた通りだ。聞いているのか。だ。あ、本当無口なやつ。か。ここですな。それでそこで待つんだ。焚き火で休んでも構わない。焚き火で休む。日が暮れたら話そう。私の話し相手は焚き火ね。やっと相手する気になったのか。今夜の目的はフォーカスネットワークの破壊だ。ああ、それはとっくに知ってる。それでまずはエクリプスの基地に潜入してもらおうか。何？聞こえただろ。お前が今いる場所は基地の裏手にあたる。基地は割れ目の向こうだ。基地に着いたら標的が見えるだろう。奴らが改造したトールネックの残骸だ。トールネックを登れ。そのてっぺんにはモジュールのようなものが設置されている。それを破壊すればフォーカスネットワークは壊滅する。前エクリプスにいたのか。私はどこにも属さない。自分の意志で動く。常にな。だが以前一度彼らに力を貸した。まさか脅威になるとはな。過ちだった。だから今正そうとしている。力を貸したって何をしたんだ。割れ目を進むんだ、アーロイ。今は質問よりやるべきことがあるだろう。これサイレンス怪しいな。これ本当に本当に頼っていいのかなっていう気が。ん？割れ目をすんの。向こうに何があるんだ。ん？
おっと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 、あれは兵士だ。来たる戦に備えているんだろう。やり過ごしていけ。これが簡単だって。裏の手ちゃくちゃいっぱい。簡単とは言ってない。めちゃくちゃいっぱいいるやんけ。あ、鳥がいる、鳥がいる。とん？大丈夫？何？なんか間違えて押しちゃった。地球の謎を解きたいんじゃなかったのか、アーロイ。それともそこで時間を無駄にするつもりか。いや、そう言われましてもね、むちゃくちゃいるんですけど。はい、落ち着いてー、みんな落ち着こう。みんな落ち着こう。あそこになんか、なんか紐がある。あ、見つけた。
ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。どっちそっち、こっち。うん、よし、こっち。何これ、なんか違う、なんか反対の方向に行ってる。ああ、けたたましかった。なんかいっぱいいてはりますやん。違う違う違う、何もいない。うわ、ここでいいのか。ここだってるのか。あ、逃げた。ぐー。見えてるか。足だけなら下にあるみたいだが、本体はないな。抜かったな。通信機を移動したか。左にある警告だ。ああ、手汗が。内部情報助かるね。爆発の方に行く。めや。アーロイ、チャンスは一度しかないんだぞ。余計なことは言わず集中しろ。警告を渡す橋が見えるか。ああ、場所を覚えておけ。横から降りられるはずだ。そこから脱出しろ。エクリプスの兵士は、避けるも殺すもお前次第だ。爆音で気づかれないだろう。トールネックを見つけてモジュールを破壊しろ。それじゃ行くか。あ、いいね。あれがボスか。機械獣が道を示した。哀れみは無用、破壊あるのみだ。どれか。見つかってしまったか。
戦ってる。いや、あれは。あれ？準備した？採掘作業だ。素早く行けば問題ない。なんだ、また秘密か。せっかくゆっくり行こうと思ったのに。トールネックを見つける？ん？こっち？いずれ使うだろう。ここは何だ？気にするな。データポイントがいくつか。ん？傾いた木。男はあいつしかいない。ヘリスだ。これが奴の子や。割と地味だな。あの男は狂信者だぞ。残忍さにしか興味がないんだ。同じ役目で知り合いなのか。止めてやろうと思うほどには。ん？ん？あ、押す。強信者だ。お前にはない集中力はあるようだがな。トールネック探しはどうなっている？トールネックを引きずってくるのは楽じゃないはず。どう？警告。不正なデータフローが接近。セキュリティ障害の可能性。あれか。見えた。周りを何かで囲んでるみたいだ。警告。正体不明の送信元を感知。フリップのフォーカスネットワークを停止する。猫登った。登っていく系か。あ、ムービー入った。モジュールがある。よし、さあ急げ。まさか、これがハデス。アーロイ、何をしている？鉄の悪魔なのか。モジュールを開けるんだ、早く。アーロイ、私の言った通りにするんだ。なんかせかすなぁ。うわ、電撃。おい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 、ボス戦ですか、ここで。あの者がここに来たのか。ん？これは全て計算間違いだ。あの者に私を破壊できるはず、到底手を出せるはずがない。ああ、そうかもな。でもこれならどうだ。ん？あの者を破壊しろ。あー、出たー。え？お、すごい身体能力。Ugh!
え、どこに？あ、逃げる系？最初女。急いでるって。昼寝してるように見えるか？止まるんじゃない。いや、止まってない、止まってない。あ。ちょっと待って。急がないと死ぬぞ。いやいや。最初女。急いでるって。ああ。アロイごめん。いきなり逃げろって言われてもな。楽勝だな。最初だ。急いでるって。昼寝してるように見えるか。あ、同じとこで落ちた。どこだ？なんだ？え、どこだ？戦うな。あ、ここか。何かの冗談か。戦うな。あ、ちょっと待って待って待って。来たな。野営地へ向かえ。え、どこ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 。あ、左？あ、これか。あともう少し。警戒態勢に入っている。ああ、そうだな。急がないと死ぬぞ。気をつけろ、まだいるぞ。わかった。足が見えた。ここだ。わかってる。ああ、どっから？もしかして。そんな。いいから逃げろ。もう少しでした。ちょっと待って待って。何か冗談か。来たな。野営地へ向かえ。わかった。違う、左だ。いや、分かった分かった分かった。あと一息だ。警戒態勢に入っている。ああ、そうだな。止まるんじゃない。いや、止まってないよ。橋が見えた。そこから出ろ。わかってる。あれ、押してるのに。押してたよ今。そんな。戦うな。いいから行け。なんだ。来たな。野営地へ向かえ。わかった。
そうだな。さあ急げ。橋が見えた。そこじゃ当てろ。分かってる。え？もう押してたって今の。さあ急げ。何か冗談か。逃げろ。そんな。来たな。やれちゃうぜ。分かった。あと一息だ。警戒態勢に入っている。ああ、そうだな。急がないと死ぬぞ。まだ来るぞ。橋が見えた。そこから出ろ。わかってる。あっと、あっ、え、マジ？もうアーロイ何遍死んでんねんって。ここむずああ、もう手汗が。ごめんね、もう5、6回行っちゃったよね。したがよくやった。ハデスがいると知っていて私を送り込んだのか。確かに危険にさらしたが、そうするしかなかった。だがそのおかげで我々はゼロドーンの秘密を手にする鍵が得られただろう。もう二度とお前を信用しない。結構賢くなったということだ。信用は脆いもの。砂のように移ろい崩れ去る。その上に関係を築くのは愚かだ。だが自己利益ならば強固な基盤となり、そこに新たな知識体系を築くことができる。答えが欲しかったんだろう。あともう一息だ。お前のおかげでな。落葉の砦でまた話そう。あんたという人はなんやて。くそ。フォーカスを捨てて縁を切れるならそうしたいとこだが、捨てるわけにはいかない。ふぅー、ん？そしてゼロドーン。これどこ？焚き火行きますか。あれ？あ、間違った。あー、世話しなかった。よいしょ。まあ一応なんとかクリアですね。レベルも31まで上がりました。ではここで、一旦終了ということになります。次は地中に眠る謎、落葉の鳥に向かうというクエストをやっていきたいと思います。あー、しんどかった。手汗がやばいです。じゃあこれで終了します。どうもご視聴ありがとうございました。野坂陽でした。